ブン、ハロー YouTube、 どうも、デカキンです。イエイ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 、パフ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 、イエイ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 。今日はですね、割烹田一さんに来ています。なんと今日ここはですね、すっぽんのお店です。僕最近動画が全然上げれてないんですよ。はい、まあ、いつものことなんですけど、はい、それ僕原因がやっぱり活力がないんじゃないかなと思ったんですよ。だからすっぽんを食べてこう元気をもらえば、はい、もう毎日トークも夢じゃないんじゃないかなと思って、はい、すごいですね。じゃあもうそこまでの考えで、明日からとは分からないですよ。効果がいつ出るか分からないですからあれですけど、活力をここいたら危険ですか？いや、そんなには。うわー、すごい。これって僕って触らない方がいいですよね。まあ軍手とかで。ここら辺なら大丈夫ですよ。あ、本当ですか？触っても走ると速いんで。え、こうなるとどうなるんですか？戻ろうとするんで。頭を使ってってっていう。そうです。おお。すごい。すごい。首の力がそんなすごいんですね。え、ちょっとどこ持ちましたっけ？これで大丈夫。ここですか？爪もかからない。はい、こうですか？はい。うわ、ちょっとそれが怖いです、こっち。確かに。あー、すごい、爪。あー、怖い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 。あー、すごいすごいすごい。あー、はい。首が伸びるの、ここが限界なんですよね。コーラと同じ長さ。あ、ちょっと伸びる、伸びる、伸びる。じゃあこれを今から食べさせていただけるということで、はい、はい、お願いします。お願いします。日本のですね、コーラ、え、一番下がこれがコーラ、コーラ、はい、で、これがスポンの実、はい、チアユ、チアユ、で、これがサワラ、サワラというとサワラ、魚、魚の、あー、なるほど。早くないですか？もうメインディッシュみたいな。じゃあコーラからいきます。コーラ食べるとかあるのかな。なんかちゃんと揚げて甘辛く味付けしてあるんで、すごい美味しそうで、きんぴらみたいな匂いがしますね。大丈夫かな、いただきます。初めてのスポン。はい。臭いわ、全然。あ、違う、うっすらついてるこの部分だけ食べるのかな。あ、でもこっち側柔らかい、こっち側。はい。いただきます。ゼラチン、うまっ。癖になるゼラチンの味ですね。お餅みたい。うん、嫌な癖とかほんとない。臭みもないし、これで肌が綺麗になるって言ったら全然いいね。コーラってこんな形してんだ。これが殻です。これ食べられない部分。はい、ほんとに硬い。じゃあ身をいきましょう。はい、ちょっといただきます。はい。手羽先と白身魚混ぜたような、はい、脂のある白身魚。もっと食べにくいもんだと思ってた、スポンって。全然食べやすい。音が、あ、衣ですか？サクサク、衣サクサクと、ほらちょっと赤身のある、はい、なんか魚のケンタッキーみたいな感じです。はい、イメージしやすい。魚、白身魚でケンタッキー作ったよっていうような感じのうまさですね。はい、相当うまい。これはもう絶対うまいやつじゃないですか。間違いない。サワダうまいな。サワダは完全なる魚だから。サワダですね。え、サワダじゃないですか？サワラ、サワラ、サワラって言ったのね。サワダ、僕サワダって聞かれて、サワダってなんか人の名前、そうそう、クソ怖いじゃないですか、急にサワダの。サワダ入ってたら、うん、うん、ということで、まず1品目完食しました。スッポンの鍋になりますね。前足の部分、前足、スッポン鍋がとうとう来た。怖いな。僕身怖いな。いただきます。はい。うわー、香り高いな。あっさりしてますね。 あっさりしてて香り高い。喉がめちゃめちゃ温まる。スッポンのエキスってやつですよね。エキスですかね、これ。はい、すごいよ。これは女性綺麗になるわ。前足ちょっと食べた方がいいですよね。はい、はい、ってそんな力強く言うのやめてください。怖いでしょう。ちょっといただきます。より魚感増したわ。これは食べれる人、食べれない人分かれるかもしれない。魚の旨味がすごいブワーって出てくるゼラチンって感じかな。
身を食べてみましょう。身の部分、まあ、白身魚の感じでずっと噛み続けると途中から噛み応えあるから肉に変わりますね。白身魚からいきなりステーキっていうかね、いきなりステーキに変わる。続いてはこちらです。サーロインのバター醤油焼きで、はい、すっぽんの卵が乗ってると。すっぽんの卵なんて、ね、いや黄色くて結構思ってたより大きいっすよ、思ってたより、はい、いただきます。はい、間違いない、油がまた濃厚ですね。卵いただきます。はい、怖っ。いただきます、はい、すっぽんの卵。すごっ、イクラみたい、プチンって割れるんですよ、うん、はい、そしたら味がほぼしない濃厚なやつがブワッて出ます、はい、しょっぱいとかそんなのもない。はい、何これ、臭くないし、はい、全然嫌じゃない。いただきます。一緒に食べるのが正解だ。濃厚さが増しました。やっぱりうまっ。高級なサーロインステーキがより気品がある感じがしましたね。続いての料理待ちましょう。はい、しょっぽんのスープで炊き上げた玄米ですね。とろっとろっすね。これだからゼラチンなんでしょうね。はい、あんかけなんじゃないかっていうぐらいすごいドロドロしますね。じゃあいただきます。超うまい。めちゃめちゃ元気出るわ。編集困ってるやつとかないですか。編集しますけど。編集してえな、活力湧いてきたわ自分の動画にしてうまいなぁ。なんか生臭いイメージが強かったけど全然そんなことないですね。全然臭みないです。本当に新鮮だからと思うんですけど、すっぽんの生き地ですこれを。ほうじ茶ですかこれもうまい。ほうじ茶だ。うん、ごちそうさまでした。お前はもうすぐ編集したいなそう、すぐにでも編集したい。なんでパソコン持ってきてないんですか。だいたい YouTuber の人ってパソコン持って歩くんですよ。ごちそうさまでした。てか野口さん、浦島太郎は亀を助けて老けましたけど、デカキンはこうスッポンを食べて若返るっていうのはまるで逆浦島太郎みたいな感じですね。実は浦島太郎が出るゲームアプリがあるんですよ。え？始まるよ。それではリボルバーズ8をやっていきたいと思います。デカキン、このゲームちょっとやってからもうめちゃめちゃハマっちゃって、リーグ9ってやばいの分かります？野口さん、これリーグ11までしかないって伺ってるんですけどそうリーグ今のところリーグ11までなんですよ。それのリーグ9で2247って結構やり込んでる方なんですよ。このゲームは世界中のプレイヤーと3分間のリアルタイムバトルを行えるゲームとなっております。ちなみに野口さん、はい、この今出てるキャラクター何か分かりますか。いや、この亀に乗ってるおじいちゃんは誰ですかね、はい、これが浦島太郎だよ。これが浦島太郎なんだよ。玉手箱開いた後の浦島太郎がすごいおしゃれに亀に乗ってる状態っていうサーフィンみたいな感じですよね、はい、濃いですね。でちなみにキャラクターが結構面白くて、まずこれが裸の王様です。裸の王様がめっちゃマッチョだしこれが桃太郎、かっこいいでしょ。はい、かっこいい。侍姿で、で金太郎がもうホッソみたいなんですよ。マッチ寄りな少女、みんなこうかっこよくなってるんですよ。孫悟空もチャラくなってますし、 LE って書いてあるじゃないですか。レジェンドキャラを何個か持ってまして、はい、それがこのまず孫悟空、はい、あとこれですね、クララ。クララなんてもう車椅子がロボットみたいになるんですよ。このゲームのいいところは課金しなくてもこう無料で次元書を引けるところなんですよ、はい、次元書っていうのはガチャみたいなもんなんですけど、はい、まずバトルに勝つとこういう次元書がゲットできて時間が経つと開けますし、はい、でプラスこの左上のタワー次元書っていうのがありまして、毎日5つタワーを倒すとこの次元書が引ける。あとはショップですね、さっき開けちゃったんですけど、この羽馬の次元書も毎日無料で引けます。レジェンド以外のキャラだったらもう基本すぐ揃いますね。最近実はレジェンドのクララが出たんで、はい、わっ すごいでしょこれ。すごいですね。クララを使ったデッキでちょっとやってみたいと思います。はい、はい、出撃いきました。ついてきなさい。いけ。クララね、引いたばっかなんで結構強いんですよ。でもコストが8かかるんで結構出すとき勇気いるんですけど、赤ずきんを先に出して、
じゃあこのクララが結構オールマイティでタンク代わりにも使えるんですよ、はい、ほら強いでしょめっちゃ強い。でこのミニオンで攻めるっていう戦法もありますね。でスキルですこれが、はい、どりゃ外しましたちょっと、はい、だそれぞれのキャラクターがどのキャラ当てたら倒せるかみたいなのを考えて出すのが大事ですね。そう裸の王様がタンクなんで、はい、こいつも早めに倒しとかないとタワー攻撃されちゃうんで結構鬼とかが結構いいんですよねここら辺が。あーでもほら赤ずきん出されちゃうと、赤ずきんは結構この赤い靴がキャラクター部分相性があるんです、ね、相性が割とありますね。これもスキルで防御をつけてくれました。で途中からこうやってインクが上がるんで、はい、キャラクターをたくさん出しやすくなります。じゃあそろそろ僕出しますよ。はい、はい、クララ、はい、すごいかっこいいです、ね、ホイールがつくんすよ、はい、おらもうこれ最強でしょジョリアほら最強ですよもうこんな。あやばい浦島太郎逆に出されてる。浦島太郎は防御としてはもう最高なんで、なるほど、守りとしてうわーやられちゃった。あやばいやられた。あーなるほど、やられた。もうちょっと諦めちゃうな。こういうことか。はい負けました。こう負けたりすると、はい、このマイナス21って書いてるみたいにこう下がっちゃうんですよね。だからそうなるとリーグが下がっちゃったりとかもするんで、はい、今負けてしまったんでやっぱまだ僕はクララを使いこなせてないと。なのでちょっとクララを外してちょっとデッキをもう一回買いたいと思います。ちょっと考えたのがヒーロー枠4つあるにもかかわらず、はい、あえてヒーロー3体でいきます。この3とか2とかで出せるやつを大量に出すことにします。ミニオンを大量に出すっていう。なるほど。ちょっとあえてミニオンだらけのデッキで、はい、シンデレラで攻撃する。で防御に関しては赤ずきんと赤い靴で対応するという形でいきたいと思います。はい、はい、これでいきましょう。いけたかな。私の出番？よーし頑張っちゃうぞ。じゃあいきましょう。はい、じゃあまずは餌を撒きたいと思います。はい、はい、じゃあここに対処してくるんで、対処してきたところ、対処しない、あ、してきた、してきたところをも狙って、あ、逆サイドですね。逆サイドを攻める。そしてシンデレラ出して逆サイドで、はい、結構でも食らってますよね。あ、でも結構攻めてますね。そしてこっからだよ、ミニオン集団の逆襲受け止めろよ。なるほど、両方から攻めると向こうも、向こうもどっち対応しようっていう風になるん で、はい、で逆サイにほら、これ結構いい作戦なんじゃないですか。いいっすよね。じわ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 削ってますもん。あ、やばいやばいやばい、こいつがね結構攻撃力でかいんで早めに対処したいけど僕が逆にいない。よし対処して早く。よし OK 対処できた。はいはい、タワー1個いきました。1つタワー崩せて、やばい、シンデレラを対処します。赤鬼で、赤鬼お願い倒して早く。よし OK、ほら見てください、今すごい状況になってますよ。このミニオンが大量に、あ、すごい、もうこの対処できてないですね。対処できてない状態で、いけ、もう一個倒せ。はい、勝った。しかも見てください、リーダースキルも使ってないから、いやすごいですね。この作戦すごいいいんじゃないですか。その中、いや、めっちゃありかもしれない、ミニオンを増やすっていうのは。はい、そして次元書は獲得できました。はい、何が出るのか。もう赤鬼も使ってるんで、使ってるキャラクター出ると嬉しいですね。赤ずきんも出たな、いいですね、はい、いいっすよね今の。今のいいと思います、本当に。結構ミニオンデッキで攻めるっていう、はい、奥深いですねやっぱり、はい、ダウンロードリンクの方は下の概要欄に貼ってあります。ぜひ皆さんやってみてください。